Good morning, YouTube.、えー、今日はですね、えー、なんと、帝京大学から、ニ、え、ューイングランド・ジャ、えーナル・オ、ま、ブ、あ・メディスン、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンの講座でありますですね、えー、渡辺祐介先生にゲストとしてお見えいただいてですね、えー、旅後のドアック、アンビサージュ旅ですかね、 のお解説をですねしていただこうというふうに思います、えー、ゆうすけ先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ今日大月先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いします女子医大の大月ですえっと旅後のドアックということについてお話させていただきますあれちょっとポインターをよいしょ えっとまあ、旅後の高血栓療法ということに関してですけれども、まあえっと、通常、ですね高血小板療法、高凝固療法というのを考えるときには、まあ、患者因子というところから考えるわけだと思うんですけれども、例えば動脈硬化性の疾患がある人には、高血小板薬、えっと、AF とか TVT とかがあるようなあ患者さんには、高凝固療法というのが、まあ、一般的かと思うんですけれども、ベンチ管術後旅患者の場合は、ここにこの便関連因子というのが。 入っててくるることとが少し話を複雑にさせているかと思いか思ます、うん、高血小板療法ということに関しては、先、まあ、トを使っているので、そういったところでは高血小板薬の方がいいんじゃないかという話とか、あとは、まあえっと、血液がです、ね、便を置くことで少し乱流を起こしたりとかして、便性に血栓ができたりするので、抗漁港がいいんじゃないかというようなことが言われているわけです。うんで まあただ過去のですね旅の大きな RCT というのは、まあ、ほとんどすべてダプトで、まあ、今までのエビデンスが作られてきているということがあるのとあとはサバーに関しては生体弁痴漢術後は3か月間ワオハリンを投与するということが推奨されているのが現状です。でまあ、少し問題になってくるこのリーフレットストロンボシスということに関してですけれども、まあ、こちらは生体弁の、えっと、血栓弁ですけれども まあここまでいっちゃう人っていうのはなかなかいないと思うんですけども CT の検討ですとだいたい30%ぐらいにこのように見える、まあ、ローアテニュエーションを弁性に認めていて、まあ、その30%のうちの半分ぐらいは弁性の可動性が低下するというようなことも報告されています <laughs> ただ一方で、まあ、これがストロークとかそういったものにどれぐらい関係するのかということに関してはまだ統一の見解がないというのは現状だと思います <laughs> でまあ、そこでですね、まあ、そもそもあまりエビデンスのないところでダプトが始められてたところから、まあ、後付けでいろいろなトライアルが行われていて、まあ旅こに抗血栓薬、どういうのがいいのかというのが、えー、調べられている状況かと思います、うんまあ。抗凝固療法のインディケーションのあるなしで分けた場合、抗凝固療法のインディケーションのない患者さんに関しては、まあ、抗血栓、抗血小板療法として、サプトとダプトのどちらがいいのか、まあ、ダプトがそもそもあまりエビデンスがないというところから、 調べられた試験が昨年発表されていて、まあ、これでダプトのです、ね、有用性っていうのは有益性というのはまあ否定されて、まあ、むしろ出血が増えてしまうということで胆罪、まあ、でいいんじゃないかというようなことが、えー、言われるようになりました一方で、まあ、工業庫療法に関してはどうかということなんですけども、まあ、期待されている d、まあ、ドアックなんですけどもドアッ c の試験というのがこのガリレオとア,アトランティスというものが発表されていますで ちょっと、えー、それについてお話しさせていただきますけれども、ガ、まあ、リデオというのは、えー、と工業療法の適用のない人にですねリバロキサーバーを入れてみようというような、まあ、ある意味アグレッシブな試験だったわけなんですけれども、まあ、残念ながらこれはですね腫瘍評価項目が増加したと、まあ、主に、えー、と全脂肪、特に非心臓死なんですけれども、えー、それによってまあ早期終了となってしまうような結果でした。死亡も増えていてい えまあ特にあとは出血も増えてきているというような結果でした。うん、で、まあ、じゃあリバロキサバンはダメなのかということで、続いてですね、アピキサバンのトライアル、えっと、アトランティスというのが、えっと今年の ACC かなんかで学会、えっと、発表されています。これはちょっと、えっと、ONC の適用のある、なし、両方の患者さんをエンロールしているので、ちょっと分かりづらくなってしまうんですけれども、全体で見た場合は、えっと、有意差がないと。 いうような結果だったんですけれども、えー、この中からえっ、ー、と OAC の適用のない患者さんっていうのを、えー、取り出して見てみると、ここでもやっぱり非スイン増殖が増えるというような結果になってしまっていました。で、まあ OAC の適用のある患者においてはどうかという点では、えっ、ー、とまあ優差はなくて、アピキサバンとワーファリンは同等というようなことが報告されています。 でこれはまだペーパーにはなってないんですけれども、えっと、いくつか、えっと、オンゴーイングのトライアルもあったわけなんですけれども、まあ、今回ですね、えっと、読ませていただいたのは b セージっていうので、えっと、AF ですね、抗凝固療法の適用のある患者さんに対する、イドキサバンとワーファリンの、えっと、ヘッドトゥヘッドの比較というようなものになります。でまあ、ただ、日常臨床として、我々が、えっと、旅の患者さんにドアックを使って、 えもうすでに使っているっていうようなことがあって、まあ、の OAC の適用のない人にはもしかしたらいいんじゃないかっていうふうには思っていた部分があったんですけど、それに関しては残念ながら、まああまあ、証明されなかったということですけれども、まあ、OAC の適用のある人にはまあ大丈夫でしょう、まあ、ワーファレンと比べてまあ負けることっていうのはないんじゃないか、まあ、安全なんじゃないかというような、まあ、期待というかです、ね、今までのなんとなくのこう、えー、認識というのが持っていたわけなんですけれども。 まあ、今回のこちらで「すすね実際にに発表された論文になりま NBCG」っていうんですかねはんか想像するっていう意味らしいんですけども、えっとまあ、日本からもですね、えっと、山本先生渡辺先生林田先生という、まあ、オーシャンのメンバーの先生方が、えっと、オーサーとして参加されているような試験になります。 でえっと、方法ですけれども、えっと、多施設共同の RCT で日本を含む14カ国で行われたものになります。でオープンラベルで、日本からだ大い体い、えっと、200人弱くらいの患者さんが、えっと、エンロールされているようでした。うん、で対象患者は AF を合併したたびの患者さん。で、えっと、術後のです、ね、1週間以内にランダム化されて、エドキサバン群とワーファリングに1対1にランダム化されています。うん でワーファリン VKA 群では INR2 から3を目標で。日本では70歳以上はガイドラインにのっとって1.6から2.6を目標という形になっています。でイドキサバンは60ミリを、えー、と通常容量として使っているんですけれども、えー、CCR とか体重とか栄養薬に応じて、えーまあ、30ミリに減量するという形になっていますが、これは、まあ、あの普段 AF で,とかで使っているときの容量と、えー、容量の選択と減量基準と同じという形です。 抗血小板薬の併用に関しては主治医の判断に、えー、と任されるという形になっていましたで、えーと。アウトカムの評価方法ですけれども、まあ、エフィカシーとセーフティという形に分かれているんですけれども、まあ、プライマリーアウトカム、エフィカシーの方は、えー、とネットアドバースクリニカルイベント、NACE というのが、えー、と挙げられていまして、内訳としては死亡と MI、虚血性脳卒中、全身性側栓症、うん、それから便の血栓症と、 えっとまあ、大出血、STH の大出血ですという形になっています。で、<laughs> セーフティのアウトカムに関しては、こ、えー、の中か,から大出血だけを取り出してみているという形です。で、統計解析についてですけれども、えっと、インテンション・いうトリートで解析を行っているんですけれども、まあ、一応試験の、えっと 目標、という目的としてまず非劣性を証明して、で段階的に非劣性が証明された場合は優越性を検定するという形になっていて、非劣性についてはハザードレシオの95%、ハザードの比の95%信頼区間の上限が1.38を超えないというような形で検定を行っておりました。 で、えっと、結果というか、ですね患者のフローチャートですけれども、まあ、1450人ぐらいの患者さんが、えっとまあえー、登録されまして、えーまあ、何名か、えー、脱落してるんですけれども、まあ、最終的には713人の江戸キサバ番グループと、えー、同じ数のワーファリングに1対1に割り付けられているという形になります。 で患者背景になります。ちょっと,、えー、とビイなので、えー、ようやくというか、えー、抽出しますと、平均年齢は82歳、で女性の割合は50%ぐらいになっています。えー、と一般的には足袋は結構女性の方が多くなる傾向があるんですけれども、まあ、AF の有病率は男性に多いということですので、まあ、女性男女比が半々ぐらいになっているという形かと思います。ア、うん、アジア人が 12%、日本と,あと韓国からエンドロールされています。で白人の方がやっぱり多くて80%。えっと、BMI がです、ね、27ということで、まあ、高齢の患者さんなんですけども、まあ、フレイルとか過変脂とかっていうよりは、どちらかというと結構こうあの体つきの大きいような患者さんがエンドロールされているような感じだと思います。うん CCR は58で、糖尿病の合併率が、えー、と40%で、心不全の合併率は80%という形になっていました。でえー、と脳卒中の器用は17%で、冠、えー、動脈疾患の器用に関しては40%ということで、まあ、これらを背景に持っているので、結構、あの後でお話し,しますけれども、高血小板薬の併用率も、まあ、半分ぐらいという形になっていました。 これ、心不全の合併率80%って、他の旅のトライアルとかでもこんなもんですか結構多い感じがするけど。あーどうでしょうちょっと他と比べて。おそらく旅のインディケーションがみんなでは一、えー、症状がある AS なほとんどなので、無症状が2割ってことだと思うんですけども。はい あの多分、高の研究ではこ,のもこんなもんだと思います。オーシャンの研究でも、えー、あらゆるオーシャンの研究でもやっぱり NHA2 度以上が一応8割というふうになったといま。うん、あと確かに、あの適用のところに一応昇降性っていうのが入ってるので、ね。そうですね。それはまあ欧米でも同じような投資をしていると思うっ、はいえー、とじゃあ次に行きますけれども。 えっとまあ、AF に関しては、術、え、後、っとまあ、に発生したものも、えっと、登録してもいいということだったようなんですけども、まあえっと、ほとんどはそういう人はいなくて、まあ、99%がも、まあえっともとドキュメントされているという患者さんたちになります。で、チャズツバスクスコアは平均は4.5点という形で、で脳卒中のリスクは、まあ、年齢とか、へ存んしかまって結構高いような、えー、ポピュレーションで。 STS スコアに関しては両軍ともに5点ぐらいということで、まあ、いわゆるこうあのハイリスク群というよりはまあ中等度、平均すると中等度ぐらい、インターミエートリスクぐらいに当てはまる患者層という形でした。であとは、えっとまあ、ここは結構あのキーになっちゃうのかもしれないんですけども、消化管の疾患を合併している患者さんの数が結構多くて、えー、まあ両軍ともに30%以上と。 いうことでまあ、それもあってか、PPI の併用率も、えー、結構高いというような形でした。<laughs> で、抗凝固薬に関しては、もともと何も飲んでない人っていうのも、えっと、25%ぐらい量具に行ったという形です。であとは、まあ、容量調整ですけれども、江戸木さばのードーズアジャストメントに関しては、<laughs> まあ、適用というか基準を満たした人が46%ぐらい一ってということで、お、まあえーまあ、ファリに関してはあまり関係ないんですけども、両軍優位はありませんでしたで。使用したバルブのタイプに関しては、えー、とバルブエキスパンダブルと、えー、スープラネラのセルフエキスパンダブル、まあえー、とエボリュートコアバルブ系だと思いますけども、それがほとんど1対1という形になっていたという形になります。エドキサ版の容量,量調整の基準は、あの日本も欧米も同じですか 同じです。そうですね。はい、なんか同じで,同じでなんす。US はなんかちょっと、えっと、いくつか当てはまらないみたいに書いてあったようのがありましたけども、なんかアメリカのエンロールはそこまで多くなかったので、まあ、基本的には、うん、あの、今回ね、そこが実はポイントなんですけど、あの、えー、っとですね、5割ぐらいが、えぇ、ー、あれじゃなかったか、60じゃなかったかな。 そ,で出てあそうですね、はいはい。はい、あの容量はだいたい半分ぐらいで減量してますね。これ、日本人の方が容量調節日本は85%が30んです。といで、まあ、結果に移りますけれども、まあ、プライマリーアウトカムに関して、ネイスですけれども、えっと、有効性に関しては。 優位差はなしというか、引き裂性を証明した上で優位、えー、差なしというような形でした。まあ、P 値、えー、は0.1.05、えー、ですねんあそうかあ。ハザードレシオは1.05ですね。すみません。でえーとまあ、出血に関してはですね、えー、とハザードレシオ1.4で 95%CI の上限も。 1.91ということで、えーまあ、かなり高くなってしまっていて、比例性証明されず、まあ、エドキサ版の方が出血が多いというような結果でした。でえっとまあ、ストロークとか、えーまあ、死亡に関しては、えーまあ、有意差はないというか、両軍で変わりがないというような結果になっています。 でえっと、内訳を見てみると、まあ、この赤帯でつけたところがまあセーフティアウトカムで、まあ、ここに関しては江戸サバンの方が多いというような結果になってしまっていたわけなんですけども、まあ、そのほかの中で見ていくと、まあ、えっと今までなんかあの脂肪がですね結構なぜかドアクで多くなっちゃったりとかしてたんですけども、脂肪に関してはえまあ変わりがないというような結果でした。そのほかストロークとかもあまり変わりがなくて。 あまりこう、まあ、いわゆる本当に有効性という観点ではあまり優位さがないというような形になっています。うん、あと出血に関して見ていくと、えーっとまあ、イントラクターによる頭蓋内出血に関してはまあ過去の報告と同様で、ちょっとワーファリンに多いような傾向ですけども、まあ、もちろん優位さはついていないということと、あとは、えー、っとノンメジャーのブリーディングに関しては若干、色戸崎さ番組でこれはなんか多いというような結果でした。 でこれを、えっと、ハザードレシオを、まあ、横,に横に並べてみますと、えーまあ、やはりメジャーブリーディングはーファリンの方が少なくて VK ベターの方によっているんですけども、その他に関しては、えーまあ、差がない、一応またいでいて差がないというような形になっています。で、まあ、ちょっと先ほどお話にもありましたけれども、まあ、エドキサ版の減量した、ローズアジャストメントした患者ではどうかというのを、えっと、サブ えとセカンダリーアウトコンみたいな感じで、まあ、サブ解析ですねやってるんですけれども、えーとまあ、今回メジャーブリーディングとしてですね、えーとまあ、エドキサ番組で多かったんですけども DA 同時アジャストメントをしているイエスっていう方に関してだけ取り出してみてみると、えーまあ、有意差がないというような感じでした。 で人数に関しても大体、えっと、330人ぐらいということで、まあ、約半数弱ぐらいは同物アジャスメントされているんですけどもその患者さんでは、えー、出血に関しても良い差がなくて、まあ、こちらあとは全脂肪に関して見てみるでも、えー、っと若干少ないのかなというような形になっていますあとは後、えっと、血症番薬との併用に関してなんですけれども大体 OAP、えっと o っていうのは、これ、高血小板薬のことなんですけども、えー、まあ半数以上、6割ぐらいの患者さんが高血小板薬を併用されているというような形なんですけども、その対象で見てみると、高血小板薬を併用している人、o a p s っ s という患者さんに関しては、えっと、エドキサ番ンで結構出血が多くなっちゃったようで、ワーファリンベーターの方に寄っているというような形でした。で今回のの検討の中でもともと あのメジャーブリーディングの中でも GI ブリーディングが結局引っ張って差をつけてたということなんですけども、まあえっと、OAP のあるなしで見てみても、えーまあ、あるなしにかかわらずワー、えっと、ファリンの方が、えー、GI ブリーディングが少ないというような結果になっています。これよく聞かれると思うんですけどワーファリンの、あのー、セラピューティックレンジの問題はどうですかあ、ち、え、ょ、っと、<ー>うど。<laughs> スライドでありましたけど、そうですねあの、きちんと割とされてまして、で、えっと、ここで見ていただけるように、あの、大体、あの、1か月以上経つとも、大体が、このレンジに入ってきて、半,なんか半年経つとも7割ぐらいが、あの、インレンジに入って,て、割とも悪くない。ETR60 超えてるから、いいですね、はい、結構いい感じですね。はい、はい。はい でえっと、ディスカッションですけれども江戸記者版はワーファリンに対して、えっと、有効性については比例性を示したんですけれども出血に関しては有意に増加するしてしまうという結果でしたでまあ AF とかですね、まあ、PCI とかの AF 合併 PCI とかの結果とは異なる結果だったんですけれどもまあそれが何でかなっていうのがちょっとやっぱりあの非常に 興味深いというか難しいところなんですけども、まあ、患者背景が違うこととかあとはまあ消化管出血が今回ちょっと多くてですねまあスがあるとその胃の粘膜の問題とかですねあとはなんかあのフ,ィンフォンウィルブランド因子とかそういったものに影響が出てきたりとかして、えー、まあ消化管出血の方が増えてしまっているのかもしれないというようなことが書いてありましたあとはやはり COVID の影響っていうのもまあ少しあるのかもっていうような ことは記載されていてい、まあ、外来の感覚が増えたりとかしてあと検査ができなかったりとかしてまあ大きいイベントに関してはあんまり影響はないということなんですけどもまあ中等度ぐらいのイベントに関してはちょっとロスしている可能性はあるんじゃないかというような感じでしたただまあ今回の検討の結果というのはまああの AF 旅といっても前例に当てはまるという認識ではなくて、まあ、AF を合併していって中等度のリスクの症候性のエースの 患者さんんのみに当てはめられるべきなななじゃいいかとううような記載がありましたこれ、80歳を超えてくると、これだけ高齢の患者さんって、まあ、そもそも、えー、と消化管出血のリスクって、まあ、高いと思うんですけど、一つの質問は、そのえー、とガストロイントステナルなんだプロブレムみたいなのってどういうものかっていうのと、えー、とこ,こ,れこの率っていうのは、他ののレ、えー、ジストリーとかに比べて、 このアンビサージ,ュアンビアージュだと高い方なんですか ?GI ブリーディングの率これアクティブブリーディングということですかじゃないですよね ?GI ブリーディングによる大出血っていう。あっていうかそのバッ,クそバックグラウンドのところにもともとその。<あ>えー、サガ疾患で。疾患って何のことなのかなっていうのと、うん、その率っていうのはこの。 えっと、スタディだと他よりも高いんですかいやー、なんかあんまりこの消化管疾患っていうのが、そもそもこのバックグラウンドのところでなんか記載されてるのって、あんまりこう、見ないような気もするので。うん、うユースケ先生、これ,これってな何ですかえっと、ごめんなさい、えっ、ー、と、えー。ガステロインテスラ、<ー>そうだ。 一応ですね、多分これは、あのー。悪性腫瘍いやいや、えっ、ー、と、ディスオーダー多分なんか胃炎とか全部入ってても未開用の器用とか全部そういうのが入ってると思うんです。うんはい、ちゃんと調べたんだと思います。なるほど、なるほど。はい、っていうのはあの、ドアクっていうのはもともと消化管出血が多いっていうのが言われてたんで、多分それで背景にちゃんと入れてたんです。うん なんかこのぐらいはいそうな感じがしますけどね、<ー>80はいであればね。はい、でい、いいですか、ちょっとあのディスカッションのスライドにずらさせていただいて、はい、でですね、まあこれはですね、かなりねあの、えっとですね、ちょっと背景がですね、悪い,悪いんですけど <laughs>、うんあの、よくやったと思うんです。あの <laughs> 自画自賛じゃないけど、僕らはあの共同研究、症例を あの集めただけですけど、と、あのー、いうのは、ですねこれは本当に82歳ですよね、平均で、82歳の旅で AF 出てかなり特殊な患者の人たちで動脈硬化もひどい、うんで、即戦イベントもあの出血イベントも両方抑えなきゃいけないような人たちで、で日本でいうと84歳なんですよ、平均年齢。 この人入れていいのっていう人をもうみんなで入れたわけですよ、頑張って。ちょっと怪しいっていう人をですね、頑張って入れて、<laughs> まあ多分世界中そういう感じでやったなと思うんですよ。<laughs> うん、そんな人たちにかなり特殊、だからそのいわゆるエンゲージとか江戸木様のちょっとの AF のスタディア。はいはい その人たちと年齢も全然違うし、多分背景も違うし、あの人たちはただの英風なんですよね、要は、ほとんどが。で、まあ、こっちはですね、もう全然あの、あの、あれっていう人たちなんですよ。なるほど、ね、で、まあ、だからまあ、これよく比例生で済んだなっていうところはあるかもしれません。 でも、なんかそういうハイリスクな症例だと、うんはい、むしろなんかドア少量度悪それこそ、あの、そうですね。ねえっ、ー、と、はい、の前のエルダーケア f は、うん、まあ、うんうん、すごく良かったって、まあ、あれはすごく少量ですけど、なんか良かったのになって、はい、そうですね。うん、えっと、エルダーケアは日本で、多分あれも、ただ高齢者で、ただ、 なななだけのののあれなので、AS、はないのでただ、やっぱりあれも見ると、ドーズディペンデントでやっぱり出血を起こすんだろうということは我々の反省でもあるので、分あの普通の患者さんたちの,あの減量基準ですね。それはこの人たちの当て,ゃ当てはめてはいけないんだろうということが言えると思います。あとは、 あの他のスタディアトランティスとかとはちょっと違うのは、これがですね、あのブリーディングの定義が ISTH のブリーディングなんですね。すはいはいはい。だから結構頻度増えるんですよ。うん、ISTH のブリーディング。で、アトランティスはバーク3から5のブリーディングなんで。<laughs> なんで ISTH にしちゃったんですか、今回。<laughs> 逆に。えっとまあ、ちゃんとやろうってことにしたんだうんと思いますね。はい。だからそこがですね、 1あのつの、まあまあ、ちゃんとやったってことです。で、アトランティスはあのパワー不足なんですね。あの、うん、サイナスの人たちにもやってて、なんかこう、いいとこ取りしようとしたんだったんで <laughs>、うんあの、アトランティスはですね、<laughs> AF アームは450人なんで、<laughs> 225しかないんですよね、うん、片方は。なるほど これは片方が770とかでしたんじゃないなので、かなり3倍ぐらい違うんですよね。だから、アトランティスはパワー不足なんで何も言えないっていうのが一つあると思います。これ、大木先生もここに書いてくれてますけど、ベンチン患者特有の問題っていうのも確かにもしかしたらあるのかなっていうのを感じざるを得ないんですけど、患者さんのプロファイルの悪さに加えて、やっぱりベンはちょっと苦しいのかなっていうところはもしかしてあります ユー、えっと、スケ先生。はい、ごめんなさいん、はいあので。ベンチ感べやっぱりバルブの患者さんってちょっとやっぱりドアや苦しいのかなっていうところってどうしてもありますかもしかして。はいはい、えー、っとですね、そこはね、そこは別に大丈夫じゃないかなと思ってるんですけど、どただ患者背景できっちりランダム化あのしちゃうとこういうふうになるのかなっていうふうに思って。 で、というのはですね、我々オーシャンの川島、それこそ川島先生が書いた論文では、ドアックの方が、ありがとうございます。年 <laughs> 刑事的に悪くなってくるんですよ。あのワーハリンの方が。うんだから、まあ、やっぱりすこ、まあ、クロスしてるんだと思うんですけど、ただ、あのワーハリンの長期的なこう効果っていうのが、やっぱり悪い効果があるんじゃないかなというふうにも。 思うのとそうだ、ね、なんかこれ臨床ではやっぱりこういう,う実臨床ではこうなるのかなっていうのがあってな、うん、なるほどなるほほどど、うんうんはい、あとはワーハリングがちょっと飲めなかった人たちもあの飲めなかったが脱落も結構ワーハリングで多かったそこもちょっと考えなきゃいけないのかなと思います、ね、あ,ありがとうございます、はい これってあのえー、っと今いろいろディスカッションポイントとそれからまあ候補さんならではの見解をお話ししていただきましたけれどもあの今回はプライマリーエンドポイントがネイスっていうことまあ出血とそれから促進イベントを合わせたベネフィットってことになってたと思うんですけどついこの前のですねあのえー、っとダプトのお話の時もやっぱりプライマリーエンドポイントネイスになってましたけどやっぱり今後 プライマリーのポイント、こういうあの出血、側線両方あるやつっていうのは、ネイスメインっていうことになりそうですか、ユうスケ先生。そうですね、やっぱりこう,こ,れこういったスタディはネイスでやるんだと思いますな分けてやるよりも、とりあえず、えー、全部のベネフィットっていう感じが主流になるんですかね。あと、それからこの江戸草版が選ばれた理由って何かあるんですか 江戸キ様これは第一三共主導だから、ね。<laughs> そういうことですね。はい,はいはい。わかります。あそ,れそ,れそれでなあなんであの江戸期サバ様にしたがですかあいや、それはうんやっぱり第一三共の。 あのー、っていうね、スタ,だからスタディーだってことですと。はい。まあなんか江戸様は割とはね、これまでのスタディーでそんなに大ごけしてない感じのイメージがあったんで、いけるかなっていう感じはしましたけど、まあ、少し残念な感じですかね。大月先生、追加で何かご質問ありますか、うん、えっと、まあ、この試験の結果を受けても、まあ、あの、まあ、普段結構やっぱりドアク入れていることが多いんですけども、まあ、それでそんなにこう出血に。 が多いなとか消化管出血すごい多いなっていう印象はないのでまあ正直というかこの試験の結果を受けるとこうなんかもうちょっとワーファリンをこう見直した方がいいのかなっていう気もするんですがやっぱり投与しやすさとかいろんな面からするとまあドワーク新しく始めるにしてもドワークこのまあ書いてありますけども、v、ワーファリンじゃなくてやっぱりドワークになるかなと思うんですけどそれは渡辺先生の見解としても同じでよろしいですか そうですね。僕はもう今、全部普通にドアックだけにしてるんですけど、あの新規でも後からでも。日本人の場合は、やっとやっぱり、というのは、まあ日本人のデータこれから出るんですけど、あのおそらくそんなにあの GI ブリーディングも減るんですね。へ<ー>はい、なので、 まあ、やっぱ N が少ないので何とも言えないんですけど、日本人160人しか入ってないので、各アーム80ぐらいになっちゃうんで、まああ,のまあんまり何とも言えないんですが、そこまであの腸管管出血が優位に増えるという感じはないので、であとあのフェイタルブリーディングですよね、それはあんまり変わらなかったです。よね うん、ペータルブリーニングに関してはあまり変わらないということがあるでやっぱりあので、投与しやすさとして、まあ、ドアックと、あと出、うんあのー、しっかり効果もであるということで、僕はこの結果でもおそ、まあ、らくちゃんとドーズディペンデントでドアックていう <laughs>、はい、なるほどしっかりやっていけばいいのかなと。 まますし、まあ,あ,の、ね、あ低容量が本当ですね。あの、えっと、もともとこれ、えっと、旅やる前から、えっと、みんな 99%AF だったから、何かしらのみんな治療はされていたんでしたっけ患者さん。治療されてない人もえっと25%ぐらいいました。4人,4人に、3人は、まあ、なんか飲んでたってことですね。はい、ありがとうございます。安部先生、どうぞ。 なかなかちょっと解釈が難しいなと思ったんですけど今回その高血小板薬のありなしではあんまり差はなかったっていう解釈でいいんですかね一応んか論調としては高血小板薬ありだとエドキサ版の方で出血が多い高血小板薬がないとあの少ないみたいな書き方もしてましたけど高血小板薬ありだと <laughs> え戸きさんで出血が多いっていうようなサブグループ解析の結果にはなっていますね今回みたいなバックグラウンドの人たちにとってはもうこの2歳行くっていうのは完全に無理のある集団なのかなっていうのが気がしてもう好血症そもそも AF がある人でその好血症ンクが入ってる上での,の OAC っていうのはもう完全に出血イベントに振り切れちゃうから。 余計なのかなと思うと、うん、やっぱりもう、このこういうバックグラウンドの人は一材でお絵師を選ぶか、うん、あの前フがなければ高血小番役っていうことになるんですかね。うん、それは、そうですね、もうやっぱり、あのレスイズモアです。Less is better ですね。ない方がいいっていう。うん ただ、まあこう、こういうこの患者さんたちって、も、まあえー、ともと AF があって、まあ、それ以外の,があの併存疾患もあって、まあ、どこかのポイントで旅をやったっていうだけだから、別に旅がどうこうというよりも、もともとやっぱり今、安倍先生言うように、何もしなくてもやっぱり2歳で行ってると、このぐらい、まあ、やっぱりよかなりリスキーだっていう、まあ、ことですよね、多分 たびたびうんぬんっていうことでもないような気がするんだけど、渡辺先生どうですかそうですね。あ、ごめんなさい、渡辺ね、もう一人渡辺がいるんですけど、翔<ー>之助先生が翔之助先生が。ありがとうございます。そみま途中から入ってたんですけど、ちょっと僕個人的には、なんか江戸記佐版ってやっぱドアックの中でも出血イベント結構出血少ないのかな。そんな感じがしてたよね、確かに。うん ですけど、まあ、その江戸喫茶版でもこうやって差が出ちゃうのかなって思うとんやっぱなんかあんまり予想してたと違った結果でちょっと今後まあ僕あんま旅最近見てないですけどまあこういう旅じゃなくても高齢者の筆ってくると、ねうん、実際のリアルワールドどこで果汁を切るのかもちょっとまた難しいなってちょっとったんですけ短冊が良さそうかなって気もするんですけどもともと飲んでた人をリトルくりってやっぱ短冊しましょうとか。 うん、そういう人は結局、こう即戦リスクも高いし、なんかいいことしてるのかなって、なんか、そうだね、悩ましいなって、ちょっとこの論文を見ても、よりちょっと悩ましいなって思っちゃいます。すみません、感想になっちゃうんですけど。はい、あえー、っと、まあ今日はですね、えー、っと、祐介先生に来てもらって、まああの、いろいろご苦労な話とかも伺ったんですけど。 まあそうですねやっぱり感想というかあの概要としてはあの何だろう、うん、よりこう、えー、リアルワールドに近いのは鹿島先生の論文なのかなっていう感じもしますしまあ、ただ何、うん、ですかねこう本当に、うん、何も考えずにパって分けるとードアッグが もう手放しでいいっていうわけでもなかったっていう、まあ、結果なのかなっていうふうに思いますので、やっぱりまあ、うんまあ、なんていうかまあ,あ、あんまり歯切れのいい感じではないですけど、患者さん個人個人のリスク見ながら、PCI やったタイミングとかも考えながらっていう感じになっちゃうのかなっていうふうに、まあ、思いましたけれどもね。大月先生、最後一言、言は言、い。すみません、ちょっと一言っていうか、あの渡辺先生に質問なんですけれども、あの血栓弁の話っていうのって、あ,<は>あの 結構あの悩ましい外来で見てると結構あの血栓というか、まあ、厚格差が増えてきてて、まあ、ちょっと血栓できてるのかなっていうような人もいてですねただまああんまりこうクリニカルにこうどれぐらい関与してるのかっていうところがあってまあ基本的には最初行った薬からあんまり途中でこう例えば高血小板薬で始めてて工業固に変えたりすることっていうのはあまりしない何かイベントを起こしてなければ何もしてないことが多いんですけども先生のお考えでは その辺はいかがでしょやっぱりクリニカルにも問題がない人はあの、様子見てる人が多いんですけど、まあ、やっぱり症状が出てきたりとか、あの明らかにもうなんとか、えっとね、SVD の基準に当てはまるようなあの感じになってきたら、一回、4DCT を取るだけ取ってみます。 でまあ、症状がないんだったらそのままにしますし、やっぱり何かしら血栓で症状が出ているのであれば、やっぱりそこで工業校、サイナスの人でも使わざるを得ないというふうに思います。で今に、日本でそういった時にサイナスの人に通っているのはワーファリンなので、ドアックは多分そういう人には使えないと思うので、ワーハリンを AFC ゃなければあの投与するというふうになると思います。そうじゃなければ大体放っておいているというのが。 現状ですけど、この前、そうやって CT 撮ったら本当に石灰化の SVD の人がいたんで、<laughs> 旅後ですね、はい。結構そういう人が今後増えてくるんじゃないかなっていうふうに思っててます。はい、結構あのワーファリン入れるとその良くなる方っていうのもやっぱりいる感じですか、ね、明らかに血栓弁,血栓弁というかあのリフレットスランボイスというか、まあ あ,のあれあればハブとか、ね、そういうのがあればやっぱり聞きます、ねはいうん。分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。き、え、ょ、ー、は渡辺先生をお招きしたアンビサージュエフの結果について、えー、お話、解説いただきました。ということで、えー、明日もコロナに気をつけていってらっしゃい。